ナンバー・アイ、一ヶ月の奇跡、平野志洋、神宮寺勇太、岸裕太の初インタビューから垣間見る愛と未来。ナイロンジャパングローブルイシュー04での W カバーが示す、ナンバー・アイの新たな始め十11月15日、ナンバー・アイが、ナイロンジャパングローブルイシュー04の W カバーに登場し、ファッション誌の表紙を飾った。 この特集は平野仕を、神宮寺ゆ太、た、岸ゆたの3人に焦点を当て、1万字を超えるロングインタビューが掲載されている。グループ結成後初のメディア露出とあって、予約受付が始まるとわずか1日で発売前重版が決定するなど、大きな注目を浴びた。第1章、カバーストーリー、アクスチャンギングラブレターズの舞台裏。信 ナンバー・アイ・ガイロドルカバーストーリーは、アクス・チャン・ギング・ラブ・レターズ、ラブ・レターの文通。このテーマに基づき、表紙ではアンバー色に照らされ、やや渋さをまとった表情の3人が登場する。パークな色味の衣装とそうまって、従来のイメージとは異なる大人の雰囲気が漂っている。裏表紙では青空を背景にした染みやすい表情を見せ、 ページをめくると柔らかなようの光に包まれ、和気あいあいとした一コマも垣間ま見える。このバラエティ豊かな表現がナンバーアイの多面性を反映している。第2章、一万字超えの英訳好きロングインタビュー。特集記事には一万字を超える英訳好きロングインタビューが掲載されており、それによってナンバーアイのメンバーである部屋。 神宮寺、騎士のビジョンやグループとしての目標が明確に語られている。彼らは模索しながらも、明確なビジョンを持ち、楽曲制作やダンスの向上に挑戦し、さらなる成長を目指している。インタビューを通して、ナンバー・アイのストイックな一面が垣間見え、ファンに向けた熱い思いが伝わってくる。第3章、3人の掛け合いが織りなす関係性。 インタビューの中で明らかになったのは、平野、神宮寺、騎士の三人の掛け合いから見える関係性だ。平野と騎士が予測不可能なコメントを交わし、それに突っ込みを入れる神宮寺。一見天然ながらもズバリとした意見を述べる平野、巧みな話術で会話を進める神宮寺、そしてファンに最も求められる言葉を述べる騎士。三人の根本は変わらないが、 新たな環境での変化も感じさせる。読者は3人のテンションの変化から新たな展開に期待を寄せることになるだろう。第4章、メンバーのアートで描かれたファンへのメッセージ。 ナンバーアイが始動して1ヶ月が経過した10月15日、戸ベのオフィシャル YouTube チャンネルで生配信が行われ、メンバーそれぞれがファンへの気持ちをアートで表現する企画が実施された。平野は特大のラブとアイで大きな愛を表現し、神宮寺は大きなハートと自然を描き、騎士はカジキマグロを描いた。 それぞれ異なるが、メンバーの深い思いがアートを通じて伝わってくる。生配信や特集記事で語られたグループの方向性に裏打ちされたメッセージによって、ファンは彼らをさらに支持しやすくなったことだろう。未知の舞台へ向けて、ナンバー・アの成長が期待される。ナンバー・アはデビューから1ヶ月が経過したが、その活動はますます多様化している。 グラビア、インタビュー、アートなど、様々な手段を駆使して、ファンとのコミュニケーションを大切にし、新たな一歩を踏み出している。3人のメンバーが抱くビジョンや、グループとしての結束が読者やファンに強く伝わり、彼らの未来への期待が膨らんでいる。これからもナンバーアイの成長と新たな挑戦に期待が高まるばかりだ。